魔王の像、魔王はゲーテの歌、超自然的な存在である魔王によって襲われた子供の死を描写している。この死はゲーテによって1782年のジング・シュピール、領主の娘の一部として作詞された。この死は多くの作曲家によって歌曲の死として用いられた。中でも最も有名なのがシューベルトによる D328 オーパス1である。これは シューベルトの生前において彼の最も有名な歌曲であった。他にもカール・レーベによって同時期に作曲されたものなどが知られる。ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーが訳したデンマークの民間のバラードエルル・ケー・ニヒの娘をもとにゲーテが自由に作り直したものである。ゲーテの死は少年が父によって馬に乗りながら家へ連れ帰られる途中の場面から始まる。抱負は 宮廷の意味もあるが、庭や農場なども意味し、最終的に連れ帰られた場所は明確ではない。当初この詩は、子供が漠然とした病名不明の病気で、既得状態にあり、死神の妄想を見ているだけではないかという印象を与える。その後、詩はより奇怪な展開を見せ、子供の死によって幕を閉じる。一説によれば、ゲーテが友人宅を訪れた際、 夜遅くに暗い人影が何かを抱え、馬に乗って急いで門を通っていくのを見たという。翌日ゲーテと友人は、農夫が病気の息子を医者のところへ連れて行ったのだと教えられた。この出来事と口実の伝承とが、死の主な着想になったという。なお、上記のジングシュピールでは、冒頭において寮に出た花婿と父の帰りを待つ娘、ドルトヒエンが、 網の修繕をしながら口ずさむ形でこの詩は登場する。初演にあたっては、この娘役の歌手コローナシュレーターが自身で詩に作曲したが、その音楽は簡素で民謡調の町長の曲である。実際、ゲーテが好んだカールフリードリヒツルターやヨハンフリードリヒライヒャルトもシュレーター同様に民謡調の音楽をこの詩につけている。詳細は、 魔王を参照シューベルトが1815年に作曲した魔王はこのゲーテの詩を歌詞にした一人の歌詞とピアノのための歌曲である。シューベルトはこの曲を3回開講し、第4版を1821年に作品1番として出版した。彼の死後はオットー・エイリヒドイチュの分類により D328 の番号で識別されている。 1820年12月1日に、ウィーンの私的な集会で初めて演奏された。一般への初演は1821年3月7日に、ウィーンのケルントナー東亜劇場で行われた。4人の登場人物、すなわち語り手、父親、息子、魔王は一人の歌手によって歌われるのが通常であるが、4人の歌手によって別々に歌われることもある。 シューベルトは4人をそれぞれ異なる音域に配置し、それぞれに固有のリズムを持たせている。またそれぞれの人物に異なる小根を使おうとする歌手が多い。語り手は中音域で単調を使う。父親は低音域で長調と単調の両方を使う。息子は高音域で恐怖を表現するために単調を使う。魔王の声は長調でアルペジオの伴奏に合わせて、 上下にうねり、鮮やかなコントラストを見せる。魔王のパートは、ピアニッシモと指示されており、子供を恐怖によって脅すよりも、むしろ誘惑するような効果を狙って作曲されている。子供は、その甘い誘惑の声に恐怖を募らせるのである。魔王は、恐怖を呼び起こす素早い音階の演奏と、馬の早掛けを模したオクターブ双方の三連符から、始まる。後者のモチーフは、 作品全体を通して用いられる。息子の叫びは後になるほど高く大きくなっていく。終わり間近では音楽が早まることで父親が馬を急がせることを表現する。目的地への到着とともに音楽はゆっくりとなりピアノは一旦止まる。その腕の中で子は死んでいたと歌われ劇的な終始で結ばれる。この作品は歌唱。 演奏が極めて困難な曲として知られる。歌手は登場人物を演じ分けることを要求され、伴奏のピアニストは死の劇的さと切迫性を表現するために、ワオンとオクターブの素早い繰り返しを演奏する必要があるためである。魔王の話はデンマークでエルベスコードと呼ばれる伝説に基づいており、その伝説に従って書かれたデンマークのバラードを ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーがドイツ語に翻訳したハンノキの王の娘がゲーテの詩のもとになっている。これはヘルダーが1778年に出版した歌の中の人々の声という民謡を集めた本に収録されている。ただし、ヘルダーの作品は結婚式を控えた男を魔王の娘が襲う内容でゲーテの詩とは大きく異なっている。魔王がどのようなものであるかは 様々な議論がある。ドイツ語のエルレン系ニヒは、文字通りには、ハンノキの王を意味する。対応する英語のアールキングは、通常、妖精の王と解釈されるが、それに当たるドイツ語は、エリファンコニッヒになる。よく聞かれる説としては、エルレン系ニヒがデンマーク語で妖精の王を意味する、エリコンジ、または、エルバーコンジの語訳だとするものである。しかし、ゲーテはむしろその、の王から、 樹木の精霊の王として魔王を設定し、想像力を膨らませたのである。ドイツ及びデンマークの伝承では魔王は死の前兆として登場し、その意味ではアイルランドのバンシーに似ている。魔王は死に瀕した人物の前に現れる。魔王の姿形や表情が、これからその人物に訪れる死の内容を表す。苦しい表情であれば苦しい死であるし、 穏やかな表情であれば穏やかな詩であるという。別の解釈としては、妖精の王に触れられたものは必ず詩に至るという伝承が元になったという説もある。日本では魔王の題名で親しまれている。シューベルトの歌曲として、大木奴夫と、伊藤武雄の教約とともに中学校の音楽の教科書に載っており、授業で触れられるため、ゲーテの詩の中でも一般に対する知名度が、 特に高いものの一つである。ただ一部では、歌詞の内容から、魔王ではなくて、死神が正しいのではないかという意見もある。日本語訳は、数多く、大抵の芸鉄集に入っている。訳したのは、畑山正夫、藤森秀夫、大山貞一、高橋健治、竹山道夫、腰を説、星野真一、井上昭三、幾野幸吉などである。 派生作品研究、ありがとうございます。